何の投票中、これは何の投票でもないです。ただギフトいりませんっていう投票です。まずは今配信してるのは感謝をお伝えするためです。ですね、まずは説明しますと、今 CM 選抜ラビ栄光のラビリンスというゲームの CM 選抜っていう企画に参加させていただいておりまして、そして今それの予選期間中なんですね。その予選の中間発表がさっきありまして、1位をいただくことができました。皆さんありがとうございます。本当に本当にありがとうございます。そうですね、1位を取るの初めてなのですごい嬉しいです。本当にありがとうございます。やっぱり予選の中間発表なので、そのもう1位めっちゃ狙ってますっていうことは言ってなかったんですけど、そうですね、やっぱり今自分にどれぐらい私を応援してくださってる方がいるのかっていうのも実際には分からなかったし、その応援してくださってても、その実際に行動に移してくださるファンの方がどれくらいいるかもまだ分かってなかったので、すごい始まった時とか始まる前もすごい不安だったんですけど、さっきの中間発表ね、無事1位という順位を皆様のおかげでいただくことができまして、ですね、まだ決勝があるので今回のイベントで決まるわけではないんですけど、1位をいただくことができて、自分は諦めずにこのままセンターを狙えるという自信になりました。皆さん、ご協力していただいた皆さん本当にありがとうございました。ゲーム配信って今日、そうなんです、今日の8時からゲーム配信があるので、この中間発表でね、1位っていう順位をいただいた後に、その後に一発目がゲーム配信っていうのはちょっと違うなって思ったので、ちょっと今雷タイム中なんですけど、すいません、ショールームさせていただきました。そうなんです。で、2位の方との投票数も近いんですけれども、皆様焦らずというか、その予選絶対に1位で通過したいっていう気持ちは、そういうプライドとかはないので、決勝で1位を取りたいっていう気持ちが一番なので、焦らずお願い、皆さんよろしくお願いします。マジカルリング中だった、あ、それはすいません、それは全然やっていただいてごめんなさい、本当に雷タイム中で申し訳ないんですけど、ちょっと今しかタイミングがなかったのでさせていただいております。すみません、この後はゲーム配信があります、8時からですで、言うのですね、伝えたの。予選は短くてあと4日くらいで、1週間なので終わるんですけど、ちょっと引き続きよろしくお願いしますっていう感じですね。すごい
とてもありがたいです。そのファンの皆さんの熱い気持ちもすごい感じててすごくありがたいです。が焦らなくて大丈夫です。2位の1位と話さなきゃっていう気持ちは一切抱えなくていいので大丈夫ですっていうことですね。そうですね。あとは予選のなんていうんですか、順位が本戦に影響するのか、そのなんていうんですか、ボーナスみたいなのがあるかわからないのでちょっとまだわからないんですけれども、まあ、コメント今の投票はギフト大丈夫ですよっていう投票なので気にしないでください。特に告知はない。ああ、なるほど、何もないんですね。じゃあなおさら皆様焦らず、その予選も1位で突破したいよっていうプライドはないので、すごく1位本当に嬉しいですし、すごく予選でね1位っていうのですごい自信にもつながったのでとても嬉しいんですけれども、今後は焦らず本戦に向けて力を貯めていただけたら嬉しいと思います。今回1位を取れたことが本当に自分の中ではすごい大きいなって思ってて、やっぱり1位を取ったことがなかったから今までも、その1位っていう順位をいただけ、一回この一番最初にしかもいただけたことで私の自信にもなったし、きっと多分ファンの皆さんの自信にもなったと思いますし、すごく嬉しい1位だなって思います。で、このまま予選本戦ありますので、ぜひ皆さん引き続きご協力していただけたらと思います。めちゃくちゃドキドキしてました。5時にアラームかけててまあ5時になる前からすごいずっとドキドキはしてたんですけどもう心臓が飛び出そうで、やっぱり皆さんのおかげでこうして1位を取ることができて、その日ランキング開いた瞬間自分がいるっていうのがね初めてなのですごく嬉しいです。ありがとうございます。でこのあと8時から HKT の Twitch のアカウントの方で Apex のゲーム配信があるので、ぜひ皆さん見に来てくださったら嬉しいなと思います。あとはゲーム配信の方では多分ラビリンスの話はしないと思うので、またラビリンスの話はおいおいショールームとかもしていきたいと思ってるので、そちらで話したいと思います。あとチャットとかメールでお話はしてます。ゲーム配信ではラビニスのお話はしないのでご了承ください。それとしてもちょっと触れる程度になると思います。すいません、感謝の気持ちは今すべて伝えたいと思っております。
しっかり宣伝、そう宣伝です。また8時から一人なんです。しかも一人でゲーム配信するのでめちゃくちゃ不安なのでぜひ見てください。不安ですよ一人なので見てくれる人がいないかもしれないって不安なので、ちょっとラビリンス期間とかぶっちゃったのが申し訳ないんですけど、すごくでもすごいずっと私がずっとずっともう何十回とスタッフさんに言い続けてやっと実現した夢だからやはりちょっと頑張りたいなって気持ちですです。でもね、先に言っとくんですけど、Apex は別に得意なゲームではないんですよね。好きなゲームなので、ちょっと Apex 逆にちょっと苦手みたいな感じなので、ちょっと、やらせ下手じゃねって思われたら、悔しいんですけど。本当に上手いんですよ、ゲームは。ゲームは上手いけど、Apex ちょっとそんなに上手くない。という感じです。ということで、ゲーム配信の準備があるので、もう本当にこの時間しか配信できなくて本当にすいませんなんですけど、今何時何分ぐらいだろう。ちょっと今から今来た人とか本当にごめんなさい。25分まで、半までやるか、半までやりますこの配信は。ねんねんがレアちゃんゲーム強いって言ってた。さすが、そうなんです、ゲーム強いんですよ実は。そうです、ちょっとずっといてくださってる方には申し訳ないんですけど、多分同じことを言っちゃう配信になると思いますが、この後のゲーム配信ではラビリンスの話はしないのでご了承ください。でもずっと常にそのことを考えてますし、感謝の気持ちもずっと思っておりますので、得意なゲームはスプラトゥーンとかマリオカートとか、ちょっとマリオカート前回ジョイコンのこのちっちゃいやつやったからあんま慣れてなくてちょっと悔しかったですね。あとスイカゲームも得意ですよ。スイッチの あれじゃない、スイカ作れて大歓喜みたいな、私あれ1ゲーム目でスイカ作れたのでだいぶ才能はある方だと思います。うん、お好みのタイプすぎ、ありがとうありがとうございます。マリオカートでよく使うキャラはガチの時はヨッシー、あそうの時はヘイホーの白、どっちもヨッシーも白、ヘイホーも白。マリオカートとかはその友達がお家に泊まりに来た時とか結構やるんですよ一緒に。でもそのゲームって特にマリオカートとかって手加減できないから、ずっと走ってるからできないからアイテムも使っちゃうし、だから毎回友達と気まずくなる思い出がありますね、勝ちすぎて手加減できないので気まずくなるのがいつものことです。エヴァ何するの、ランクマン最初はカジュアルでその後はランクマンやろうと思ってます。ちなみにエイペックス本当にやってなすすぎてもう2、1、最近やってた時期もあったんですけど、でもガチじゃなくて、ガチでやってたのも本当4年前とかなんで、
もうランクは一番下に下がってます。私ランクもう全然わかんない人本当にごめんなさいって感じ。ランクが一番下がブロンズだった時代なので、なんかその下ができてるのがびっくりで、私それなんですけど、自分のランクが何か今理解してない。一番下です。ブロンズより下あるんけ。スタート待てば友達になんでできるかない。確かにメンバーとエイペックスしたことあるないんですよね。ないんですよ。やってる子がいないんですよね、あんまり。フォートナイトはね、一回やったことある気がする。一回ね、多分ニナとかとやった気がする。やってないかも。やった気がする。多分もう受かってすぐ、なんか4月とかお披露目前とかにやった気がします。多分ね、全然やってないかも。あれ今日誰とだっけ。今日は一人です。一人で配信します。緊張するんですけど一人で配信って誰も見てくれなかったら怖いですね。そういうこと考えちゃうんですよ。なんで見てください、皆さん。ツイッチ、しかもツイッチっていう YouTube じゃなくてツイッチなんですよ。私ツイッチマジで分かんなくて、お茶バクとかツイッチなんですかね、分かんない。何にも分かんない。全然違うかも。ツイッチがちょっと専門外なので、まあ、見てたりは知ってたんですけど、時々そのやる側ちょっとわからないので、そこも不安ですね。コメントの読み方わかんなくて、本当に誰も来てないと勘違いして泣き出すかもしれません。コメント来てるのに。トットットじゃなくてツイッチ、そうです、サブストみたいなやつです。海外のプロゲーマーの配信を見るときですけど、いやそうですよね、結構海外の方とか結構ガチのゲーム、プロゲーマーさんがツイッチをやって、お茶爆はツイキャス、ああツイキャスツイキャスとツイッチ違うんですね、すいません。ツイッチは本当にわかんないな。さそう、あの皆さんはあのそのラビリンス頑張ってくださってる、カミレアタイムじゃなくても頑張ってくださってる方もあのいらっしゃると思いますので、その無理やり見させるみたいなことは全然ないんですけど、なんかパソコンとかなんか2端末あったらもう1端末ちょっと垂れ流しみたいなしてぐらいで聞いてくれても嬉しいなって思います。ラビリンス決勝なくてよかった。いや本当に予選もすごく大事なんですけれども、そのてかかぶっちゃったことが本当に申し訳ないんですけれども、決勝は多分きっと今より私の心臓がやばいので、ずっとゲーム配信なんてできないと思います。決勝中はメンタル的に今もドキドキですが、その1位皆さんのおかげで1位今のコメント読んじゃった、人のせいにするな。1位皆さんのおかげで1位をいただけたので、すごく楽しく配信できると思います。何位でも本当に嬉しいんですけど、1位を皆さんのおかげでいただけたのでもっと嬉しいです。なより嬉しいです。感じですね。レアちゃんのインスタグラム毎日チェックしています。ありがとうございます。嬉しいです。ゲーム配信って何時までするの分かりません。私が負けすぎてやみ始めたらすぐやめるかもしれません。でも楽しかったらずっとやってるかも。とりあえず1位があるんですよ、そのゲームでも1位を取ったらやめるようかなって思ってます。
チャンピオンですね。まあ取れないかもしれないし、一発目取っちゃうかもしれないんですけど、まあそれゲーム配信をお楽しみにということで、もうそろそろ私もゲーム配信の準備がありましたので、ここら辺にしておきたいと思います。ということで皆さん、見てくださってどうもありがとうございました。また後ほどツイッチにてお会いしましょう。一人なので来てください。ありがとうございました。ありがとう。